動物愛護団体は、主として、愛玩動物として、家庭で飼育されている動物の虐待や、息の防止や、適正な飼育、取扱いの普及啓発を推進するための団体で、全国的なものからローカルのものまで様々な団体が、多数活動している。20世紀初頭には、動物虐待の防止があり、日本でも1902年に、動物虐待防止会が結成された。 動物虐待防止会は後に動物愛護会となる。第二次世界大戦後、1948年5月22日付で、社団法人日本動物愛護協会が設立された。日本動物愛護協会は、イギリスの王立動物愛護協会の支部として、設立され、災害地の動物救助、ペットの里親や探しや、巨勢の周知、刀剣など動物を戦わせることに反対した。 20世紀も後半になってくると、欧米で動物の倫理的扱いを求める、人々の会などによる動物の権利運動が活発になり、動物実験の反対を、はじめ広範囲に活動を行っており、日本でも1980年代には、その影響で団体が作られた。保護団体、個人ボランティア、団体に属しての一時預かりボランティアには、動物取扱業の登録が義務付けられている。 アメリカ合衆国の動物年間殺処分数は日本のそれと比較して多い。毛皮に抗議するペタ顕著な例として動物の倫理的扱いを求める人々の会の行動が挙げられる。このペタは営業妨害や破ンチ行為及び暴力沙汰を起こす団体として知られており、連邦捜査局からテロリストとして指定されている動物解放戦線への資金援助が指摘されており、批判を受けている。 AB 伊勢田2004 P90 春道2018 P189 伊勢田2004ピアニッシモ90から91伊勢田2004 P91 動物の愛護及び管理に関する法律第10条及び環境省動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第5回動物愛護管理のあり方検討会資料3件猫の引き取りや殺処分等 P15 聞き取りや殺処分に関する諸外国の状況を東京会場、日動リスクコンサルティング動物愛護、環境保護団体の最近の動向について過激な動物愛護、環境保護活動の歴史と現状、ありがとうございます。